損保の家福生公園法務長の堀と申します。損保の家福生公園は法務長が介護支援専門員の資格を持ち、経験豊富なケアスタッフが多数在籍しております。ご入居者様のお話を聞き、質の高い介護サービスを提供いたします。また毎週体操教室を開催しています。趣向を凝らしたメニューで体を動かして楽しんでいただきます。3ヶ月に1度は体力測定を行い、体操の効果を検証していきます。ホームには癒しロボットのいちごちゃんがおり、体操に参加することもございます。中央線直通もある青梅線牛浜駅から徒歩4分の閑静な場所にございます。通りの向こうは福生公園と市民会館があり、反対に歩いていくと図書館や郷土資料館もございます。ご入居された方どなたにも安心して生活していただけるよう、職員一同誠心誠意努めてまいります。損保の家福生公園へぜひ見学にいらしてください。